なんだ、どうしたんだ、な。なんだこいつは。じゃあまた出たー。君がミスティアだな。その子を連れて外に出ろ。は、はい。早く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 。サンダガー。な、なに？うわ。もしかして霊体か。なんという強力な力だ。しかし、いくら霊体でも、この結界から逃れることはできないぞ。うわ、くそ、信じられん霊力だ。お前たち下がってろ。ちょっと、一体どうするんですか。奴は霊体だ。術なら効くはずだが意志が強すぎる。封印したいとこだが、魔術を高める時間がない。臨氷投射怪人烈財団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 。やった。のかな。うん、なんだ。まずい、また出てくるぞ。やっとだ、このテレビごと封印するぞ。わかった。やったか。ああ、封印成功だ。そうか、よかった。奴の動きを見ている限り、間違いなくあの子を狙っていたぞ。呪いをかけられているのかもしれない。明日にでも解いてやらねば。そうだな。しかし、とんでもない力だったな。下手な妖怪より厄介だ。なるほど、人間界の怨念か。まさか時空を無視して現れるとは。いや、その子が奴の出入り口なのかもしれない。おそらくどこにいようとも現れる。多分テレビのような映像を映す場所があれば。それで、さっきので払うことができたのか。居場所がバレないようにした程度だ。根本的な解決にはなっていない。一応数ヶ月は大丈夫だとは思うが、もしその期間内に人間界に戻ることがあれば、必ず払える人物を探せ。私のそばから離れると効力が弱まる。それでも数日は持つはずだ。わかった。それで、ここから出る方法は考えたのか。いや、まだだ。出れなければ情報を探すこともできない。私の発想と経験を頼りにいろいろ試すしかないな。そのことなんですが。なんだ。精霊様から提案がございまして。精霊、ミスティアの中には幻獣様が宿っている。とても美しくお優しい方だ。幻獣を宿すだと、まさかそんなことが。提案というのは、一度結界を解除し、その後精霊様が直々に強力な結界を張り直すというもの。しかしそれでは。大丈夫です。一時的に妖怪たちを眠らせ、その間にヤシトラさんたちに帰ってもらいます。簡単に侵入も防ぐことができるかと。それと、このまま私たちが残っても寿命が減るだけ、巫女の力を継承できる者が現れるまで、眠りにつくべきだとおっしゃってます。しかしゆかり様の生まれ変わりは、数百年以上と妖怪だけが残れば、おそらく自然に新たな人間が生まれ始める。人間界から来る者も増え、生存してればその分、大体の時期は予想できるそうです。それなら私たちの問題も、そして、ヤシトラさんたちの問題も解決できます。どうでしょうか。助かるが、本当にいいのか。はい、こちらの問題を解決するためでもありますし、あなたたちが残り続けることで、未来に大きな影響を及ぼす可能性があります。未来のためにも必要なこと、そしてミミさん。はい。冥界での経験、あなた自身に起きた不思議な体験は、今後一切誰にも話さないと約束してください。盗み聞きのようなことをしてしまい申し訳ございませんが、あなたが体験したことは、本来ありえないことだと思っています。つまりは、あなたは生きるべき存在ではないということ、もし今後その情報が広まるようであれば、逆に、ありえない力が働いて、身の回りの物事、命を落とすことになるかもしれません。十分注意して生きてください。わかりました。それでヤシトラさん、その出口は常に開いているのでしょうか。何か時期的なものは指定されてるのは時間だけだ。13時49分の時間に入れば戻れる。まさかそんなものが存在しているとはな。もう時間が近いですね。一応念のため、眠りにつく際には、あなた方に関する記憶は消しておきます。そうすれば未来に影響は起きない。そうか、何から何まで済まないな。それでは始めましょう。時間が過ぎては明日になってしまいます。それでは、どうかお元気で。またいつか会えたら、よろしく頼むな。頑張れよ。ああ、本当に助かった。ありがとう。またね、こっくりさんとミスティーヌさん。全然名前違えよ。おほん、それでは、ランさん、結界の解除。わかった。今から結界を解除します。急いで向かってください。よし、捕まれ。どこに？まったく。いやー。また、いつか会えたらいいな。そうですね。猫の妖怪に小さな女の子か。私も可愛い娘が欲しいもんだ。すごい
すごい、お姉さん空飛べるんだ。私空飛ぶのが夢だったの。はしゃいで落ちるなよ。落ちたら妖怪どもの餌食だ。落ちた衝撃で起きるかもしれん。こんな高さから落ちたら、その時点で死ぬっての。あった、見つけたぞ。しっかり捕まってろよ。え、いやー、よし、あそこだ、行くぞ。あそこを通れば戻れるの？あ、そうだ。なんかここ暗いね。魔法の森と呼ばれるところだ。エーテルが非常に濃いところ。そのせいで自然の成長が他よりも強いんだ。へぇ、お姉さん頭いいね。時間になる、急ぐぞ。うん。あ、本当に戻ってこれた。一度家に返してやりたいところだが、今戻ればお前は家から出してもらえないだろう。まずはあの運用を払うことを優先しよう。それが終わったら家に帰れ。ねえ、一回お風呂に入っちゃダメ。お菓子とかいろいろ持ってきたいんだけど。ダメだ、もし見つかった時、子供のお前が説明しても信じないだろうし、私が説明しても、誘拐犯にしか見えないだろう。気持ちはわかるが今は耐えろ、すぐここを離れなければ。わかった。よし、透明になって飛ぶぞ、捕まれ。え、透明人間になれるの？お姉さんも狼じゃん。わかりました、進展がありましたらご連絡させていただきます。よろしくお願いします。すまない、この子を知らないか、妹なんだ。ごめんなさい、見たこともないわ。そうか、ありがとう。くそ、どこにもいねえ。まさか本当に幻想郷へ向かったのか。頼む、どうか無事でいてくれ。え、なにここ。私の寝床だ。ここだ。山の中だ。ここなら誰にもバレることはないからな。あれがベッドなの？ただの石じゃん。わがまま言うな、慣れればいいもんだぞ。絶対慣れたくないんだけど。とりあえずこれからのことを話すぞ。終われば元の生活に戻る。この若さで野宿することになるとは。食べ物はどうするのさ。後で魚を取ってきてやる。うまいぞ。もうそこまで来たら猫だよ。いい加減認めなよ。いいからこっち来い。お前の運用は兄弟なんだからな。早く解決しなければ。わかったけど、お前っていうのやめてよ。ミミって名前があるんだから。まずお前の運用だが、数日は持つと言っていた。つまりは数日以内に払わなければならない。私は術を扱えるが、霊を払う術は巫女にしかできない。つまりは人間界の巫女を探すのが一番いいだろう。だけどこっちの霊媒師ってみんなうさんくさいよ。多分お姉ちゃんみたいな力は持ってないと思うけどな。白霊の巫女だってこっちの世界から来たんだ。みんな力を持ってるだろ。うんとね、こっちの世界は昔とは違うの。今はお金稼ぎするためだけのエンターテインメントだよ。全部演技なの。はぁ、そんな嘘ついてどうするんだ。本当に取り付いてるものが来たらどうする。大人なんてみんなそうだよ。汚いお金でいっぱいなのさ。参ったな。そうなると本物を見つける方が難しい。そんな探してる時間はないというのに。あの言ってた的をやって人は魔術師なんでしょ。霊くらいいけそうな気がするけど。師匠は何百年も前に亡くなっている。古き魔法に詳しい人だった。え、お姉さんっていくつなの？まあ20歳くらいかな。絶対嘘だよねそれ。女に年齢を聞くもんじゃないぞ。それよりもこれからのことだ。透明になれるんだよね。だったら一回帰ってもバレなくない？別にすり抜けることができるわけでもないし、足音や声は聞こえてしまう。物音立てずに運べるのか。4次元ポケットは？見えねえねえよ。それじゃあパソコンいじることもできないじゃん。検索した方が探しやすいのに。なんだそれは、なんかの魔法か？外に出ないから有効遅れてんじゃん。もっとこっちの世界を知りなよ。あ、姿を変える魔法とかってあるの？それか飛べる魔法。姿を変える魔法は習得していない。浮かせる魔法はあるが、飛ぶことまではできない。浮かせられるのに飛べないの？一応地上に触れないようにするための魔法だ。トラップを避けたりするためのな。あ、それじゃあ足音はなんとかなるじゃん。物も浮かせられないの？それは造形魔法と複合しなければならない。物も透明化できるが、問題はどうやって気づかれずに持ち運ぶかだ。いろいろなくなってると怪しまれるぞ。それで騒がれても面倒だ。空き巣って思われてもあれか。じゃあもう私物はいいや。それよりもお姉さん、何回も幻想郷に行ってるの？まあな、いろいろ実験してる最中だった。ある魔導士を探すためにな。魔導士、お姉さんみたいな？まあそうだな、その悪人バージョンだと思ってくれればいい。え、じゃあ別にお姉さんは残ってもよかったじゃん。お前を放ってはおけなかったし、あそこは行き来するたびに時代が変化する。さっきの幻想郷は相当古い時代だ。え、じゃあ本当にファンタジーみたいな世界で、レイヤさんが生きてる時代にも行けるの？まあそういうことになるが、会うことはできないぞ。ミスティアに言われたことを忘れたのか。誰かに関わると未来が変わる。そしてお前に深く関わった者は命を落とすかもしれないんだ。その運用も関係してる意味だとは思うがな。見るだけでもダメ？別に見る分には問題ない。私が心配してるのはお前の好奇心だ。我慢できなくなって会いに行く可能性がある。確かに我慢は苦手だけど。あ、いいこと考えた。どうせすぐ帰れるんだったらさ、あっちの巫女さんに払ってもらって帰ったら、一回お客さんとして会うくらいならすぐ忘れると思うし。確かにそれが一番手っ取り早いが、お前が助かったのは運が良かったからだぞ。え？幻想郷ってのはな、いい時代もあれば、恐ろしい時代もある。人間や妖怪がみんな優しいわけでもない。すぐに殺し合いが始まるような世界だ。まさにそれは弱肉強食であり、常日頃起きている。
もし向かった先が戦争中だったら、大きな異変に巻き込まれたら、うまく逃げれたとしても、最低でも1日は過ごさなければならないし、一番最悪なのは鳥居が破壊されてる世界。出口を破壊されれば、もう二度とこっちに戻ることはできない。唯一の家族である、お兄さんに会うこともできなくなるぞ。もちろん確率的な問題だが、その危険を犯してまで行くかどうか、それはお前が決めろ。想像してる楽しい世界も存在するだろうさ。私が言ってた実験っていうのはな、時間指定だ。時間を決めるってこと？そうだ、空間を止めることで常に行き来できるか、空間を操ることで理想的な時間を指定できるのか。とは思ったが、常に変化してるからな、こちらの調節でどうにかできる問題じゃない。おそらく空間が空いてる時間を止めることで延長はできるが、あそこは無限空間、秒単位で時代が変化してる、何百万、何千万通りも世界が存在しているんだ、そのあたりを引くまでやるしかない。それじゃあ、結局は時間指定はできないってこと？空間を歪ませることである程度の時代に行くことはできるかもしれないが、正直試してる時間はない。お前の寿命は残り数日、無駄にはできない。まあ一日くらいこっちで探して、残りは何度かあっちに行ってみるか、運にかけるしかないかもな。うん、わかった。